はい、どうも皆さん、バンザーということで、青ひげ海賊団の青ひげ船長でございます。よろしくお願いいたします。本日の動画なんですけども、町田ゼルビア戦について皆さんから感想いただきましたので、そちらをご紹介していこうかなと思います。まあ3対0ということでね、まあ大敗した大分なんですけども、まあ非常に皆さんから、感想いただいております。なので今回ちょっと全部読み上げようかなと。で、かなりね、ちょっと時間かかると思いますので、まあラジオ感覚で、まあ見ていただけたらなと思います。ということで早速やっていきましょう。ではまず最初の方はこちら。短い時間でも町田対策は打っていたように思います。ただ町田がミスを逃さない。したたかで強すぎましたっていうね。町田はシンプルでしたね。はい、攻撃が。やることもね、もうしっかりと明確化してましたし、まあ一瞬のミスを逃さない町田。で、守備をするときはしっかりとゴールを絶対に死守するというね。まあ非常に、まあ強かったなと思います。では続いての方はこちら。相手の得意を押し付けられた感じの試合でした。町田は遅延やギリギリのプレーで、トリニータの選手たちをイライラさせながらも、守備への切り替えが早くて速攻を封じていたし、逆にカウンターやセットプレーで確実にゴールに迫るなど、重要な部分で力を発揮するしたたかさがありました。テクニカル、タクティクスだけがサッカーではないと思い知らされてしまった上で、これ以上ないくらいメンタルを削られ、本来のプレーが出せずに一人相撲になってしまいました。選手だけではなく、応援する自分たちもイライラしたりしないで、選手たちが本来以上のプレーができる環境を作る強さも必要だと思います。ただこうも、差を見せつけられれば、逆にスッキリするので切り替えて日曜日の清水戦に全力を出していきましょうっていうね。もうこの試合はね、もう町田の長所を全面的に出されたなと。まあ遅延行為ギリギリのプレーであったりとか、まあ正直ね、僕もイライラしました。はい。ただそれはね、もう町田の攻撃のリズムであり、まあ一つの作戦でもあるので、まあそういった時間の使い方っていうのは、まあ非常にうまいなと。まあかつ執念っていうのが、まあ見られたなと思いました。まあ次の清水戦に全力をね出して勝てばいいだけなんで、前向いて戦いましょう。では続いての方はこちら。移籍が噂されているエリアス選手、大分に来て救世主になってほしいなっていうね。いやー、いろいろ噂されてますね、エリアス選手。でもどうなんですかね、大分にそんなお金あるかなと思っちゃうんですよね。いや、皆さんどう思います？もしかしたら赤字覚悟で取りに行ってるのか。まあ正直ね、僕まだちょっと疑ってるんですよね。まあ噂程度なんで、まあちょっと情報が入るまではまだ噂程度のままで追っとこうかなと思います。では続いての方はこちら。今日の試合は仕方ないと思う。次の清水エスパルス戦切り替えていくしかないっていうね。はい、その通りです。もう切り替えていくしかない。もう町田は強かったと、もう切り替えるしかないなと思います。では続いての方はこちら。正直こんな試合は見たくなかったです。個人的に内容はシュート数を増やしてほしい以外はそこまで悪く感じなかったです。悪くない試合でこの点差とはっきり格の違いを見せつけられて、とてもショックを受けてしまいましたっていうね。いや、まあ大分からしたらですね、ショックですよね。いや、内容はね、僕もその通りやと思うんですよ。そこまで悪くはなかったと思います。まあもう少しね、シュート打てようとは思いましたけども、まあでも守備に関しても3失点はしましたけども、まあそこまで悲観する内容でもなかったんじゃないのかなと思います。ただね、本当にまあこれが町田の強さかと、本当格の違いを見せつけられた、まあそういった内容でもあるので、まあ大分からすれば、まあ、ショックの方が大きいかなと。まあでも選手たちもね、本当切り替えてもうやってもらうしかないですね。では続いての方はこちら。完敗でしたね。相手が強かった。さあ次の準備だ。練習しよう。次こそ勝利っていうね。まあ素晴らしいですね。はい。まあそうやってね、もう皆さんポジティブに考えて前向いて戦っていきましょう。では続いての方はこちら。頑張れトリニータ、ここまで来たら昇格するしかないやろ。町田に負けるのは致し方がないと思っています。清水、熊本と連勝だっていうね。まあそうですね。清水、熊本に勝って2連勝。まあそこで千葉、岩田、町田と勝利できなかった分を清水、熊本でもぎ取っていきましょう。では続いての方はこちら。結局必要なのはこの能力。この能力があった上での戦術、随所で上回られていたっていうね。まあこの能力に関しましてはね、もうほんと町田強いですよ。まあ大分もね、この能力はね、まあ、ある方だと思うんですけど、まあ、町田に関してはもう別格ですよね。正直、エリキ選手なんか、J2 にいちゃいけないですもん。プラス、町田のあの戦術ですよね。まあ、そこが今季しっかりと噛み合ってるんだろうなと。まあ、そういったこの能力の部分でも、まあ、大分よりも、まあ、町田の方が、まあ、上だったなと思います。では、続いての方はこちら。誰を見て、得点を目指すのかとかがあやふやです。フォワードに点を取ってもらうために、戦術と連携を考えないといけません。結局、負けなしでも引き分けちゃダメなんです。勝ち点3取れる試合が多ければ、たまに負けてもダメージは少ないけれど、そのためには点が取れないと話になりません。下平監督も、なんかこんな試合して自動昇格とか考えが甘いような気がします。サイドバックとサイドハーフのコマ不足を考えたら、3バックに戻すのが一番かもしれません。っていうね。まあ、この怪我人の多さで、ねえ、
まあ、やれることって限られるじゃないですか。まあ、3バックにするのか、4バックにするのかっていうのはね、ほんと下平監督の、まあ、戦術次第ではあるんですけども、まあ、でも本当その通りですよね。まず得点を取らなければ、話にはならないですよね。勝ち点3を取るために必要なのって得点なんですよ。その得点力っていうのが、ここ数試合で全くないんですよね、修正が。まあ、ここ数試合得点はあるものの、ほぼ僅差じゃないですか。まあ、そういったところで、しっかりと決めきれる力っていうのを、まあ、対戦チームしかり、今後対決するチームに上回っていかなければならないと僕はそう思ってます。そうですよね、もう負けなしじゃダメですよね、引き分けじゃダメですよ。しっかりと勝利してその勝ち点3を取れるサッカーをしてもらいたいなと思います。では続いての方はこちら。ワクワクするシーンがここ最近の試合は全くないです。もう怪我人とかそんな問題じゃないですっていうね。まあ、本当ワクワクするシーンはね、確かにここ最近の試合ではないですね。まあ、ボール持ってカウンターに繋いだ時ってめちゃくちゃワクワクするじゃないですか。それが今季ないんですよね。まあ、もちろんそれは大分の戦術でもあるんですけども、ただ、ここでカウンターを仕掛けれれば、まあ、ビッグチャンスになるところを、まあ、ボールを戻したりとか、横にパスを繋いだりとか、まあ、そういったところで自分たちでチャンスをね、潰してしまってるといったところは、まあ、多少はあるんじゃないのかなと。まあ、そこもまた改善ですね。はい。もうほんとそこはね、怪我人とか、そういった問題ではないと思います。まあ、戦い方次第かなと。では、続いての方はこちら。せめて1対2で終わってほしかった。最後の1点はほんといらない。っていうね、最後の1点。1点はね、西川選手ちょっとファンブルしちゃいましたね。まああれはね、仕方ないと言えないですね、西川選手。あれはやってはいけないことです。キャッチングミス落としてこぼれ球を拾われてゴールに繋げられる。もったいないですよね。まあ前回対戦の町田もそうなんですけど、まあ本当自分たちのミスからの失点がね、非常に多いと。まあ、守備とか試合内容はすごくいいんですよ。けど自分たちでミスして失点してしまえば、もうその時点でゼロじゃないですか、評価的にも。まあ正直ね、そういうつまらないミスっていうのは、まあ今後、まあゼロにしてほしいなと、心の底から思います。はい、続いての方はこちら。最近の試合を見てて緩すぎないですか？ちょっとうまくいったら満足。形が良ければ満足。失敗したらどんまい。相手が良くなってきたら何もできない。エゴイストが今の大分にはないかなっていうね。まあエゴイストですよね。正直足りないのってゴールを取るぞというね、それぞれの選手の気持ち。俺がゴールを決めるんだと、俺が点を取るんだ、俺にボールをよこせと、去年で言ったら金崎ムー選手のような、まあ、そういったねゴールへの貪欲さが全面的に出せれるような選手が、まあ、この先現れてほしいなと思います。まあ、その気持ちだけでね、チームを前に引っ張ることもできるんで、まあ、そういった選手が、まあ、今の大分には必要なんじゃないのかなと。まあ、そういったところで、まあ、新田選手にはちょっと僕は期待してるかなと思います。では、続いての方はこちら。相手の守備は硬かった。でも自分たちのミスからの失点はなくそう。切り替えて一喜一憂せず、前だけを見ろ。っていうね。まあ、町田の守備は、本当に硬かった。はい、その通りでございます。まあ、振り返ってもね、後悔してもね、結果は変わらないんで、もう前向いて戦うしかないなと思います。では、続いての方はこちら。失点はミス絡み。相手はボールへの執着心強く、無失点。負けるべくして負けたかな。残念ですが。っていうね。まあ、その通りだと思います。はい、負けるべくして負けたなと。まあ、気持ちの面も、サッカーにおいても、まあ、完敗だったなと思います。では、続いての方はこちら。厳しい試合だと思っていましたが、ホームだし。と期待感があったのもつかの間でした。パスを出すタイミングが遅いから相手もマークにつくので前線へ遅れず後ろで回すばかりだった印象です。最近は勝ちたいという気持ちが相手に劣っていると感じます。っていうね。まあ僕も思ったんですよ。ホームだから、まあ勝てるだろうと。だって大分ってホームに強いですから。勝率 73、76% ぐらいもありましたし。まあいくらね、調子がいい町田でも、まあ大分のホームなら、まあ、勝つだろうと。まあ、そう思ってたんですけども、まあ、本当は非常に悔しい内容にはなってしまったのかなと。まあ、相手がね、コースを切っていた分、まあ、パスを出すね、スピードであったり、まあ、パスコースを消されたことで、まあ、パスを出すタイミングも遅くなり、まあ、前線の伊佐選手とかにもね、なかなかボールを送れず、まあ、結局ね、ほとんどの攻撃が、まあ、遅行になってしまったなと。まあ、次節はね、そういった勝ちたい気持ちも含めて、全面的に出してもらいたいなと思います。はい、続いての方はこちら。一言だけ、どっと疲れが来ましたと。いや、わかりますよ。はい。終わってからの、この疲労感半端なかったですよ。まあ、特にね、現地に行ってた方はわかると思うんですけど、何ですかね、この疲労感というか、勝った時って全然疲れないんですけど、負けた時ってね、なんか疲れちゃうんですよね。特に、大差で負けた時なんかは、明日から仕事どうしようっつって、学校で友達になんて話そうっつって、
まあそういったこともね、いろいろ考える試合にはなってしまうんですよ。まあそのぐらいね、まあ疲労が溜まっちゃいますよね。まあチームが負けると、まあサポーターのメンタルもね、やられちゃうんで、ぜひね、ちょっと大分には、もう今後全勝してもらいたいなと思います。はい、では続いての方はこちら。正直、ショックすぎる試合内容でした。まさに完敗です。後半、サムエル入れて、流れが大分に傾いてきたかな、と思ったらパスミスからの失点、マジでショックでした。次の清水戦絶対勝ちましょう。下のチームとも勝ち点差が縮まってきているのでマジで頼みますっていうね。まあサムエル選手が入ってね、まあ起点ができましたし、やっぱりこうロングボールをねしっかりと収めれるっていうのは、まあ、非常に強かったですね大分は。まあそういった強みもね活かしつつ、まあ前半開始からいい攻撃はあったんですけど、まあ、そこからの自分たちからのミスからの失点ですからね。まあ、特に前半54分ですよね。3本シュート打ったじゃないですか。まあ、もしあれが入ってたら、まあ、流れも変わってたと思うんですよ。まあ、逆転できる力、流れっていうのをね、まあ、自分たちで変えないと、まあ、勝利は遠ざかるだろうなと思います。で、今節ね、東京ヴェルディも負けたんで、まあ、2位から7位まではね、混戦にはなってるんですけど、まあ、唯一の救いはね、本当東京ヴェルディが負けたことによって、まあ、まだまだ、自動昇格のチャンスもありますし、まあ、まだ下を向く時期でもないので、皆さんも顔上げて応援していきましょう。はい、続いての方はこちら。とっても残念な結果になりましたね。やはり首位を走っている町田は強かったですね。力の差を見せつけられた試合でした。惜しいシュートもいくつかあったのに、隙もないですね。気持ちを切り替えて、次節こそ勝利ですね。っていうね。まあ、やはり町田は首位らしく戦っていたなと。まあ、なぜ町田が1位にいるのかと。まあ、それを実感させられた試合でもあったんじゃないのかなと。まあ、でも結局、大分も町田以上の強さを、まあ、出していかないと、まあ、昇格しても、まあ、J1 定着っていうのもね、また難しくはなるので、まあ、とにかく勝ち点3を取るための勝利をぜひお願いします。では続いての方はこちら。ちょっとずつ上回られた印象。中盤にスペースがあるのに前を向かなかったり、後ろで回すだけになったり、ファーストチョイスが前ではなく後ろになっていたような印象でした。そして何より最後のクオリティが欲しいです。内容が悪くても一発が試合を動かすので、とにかく打ってほしいっていうね。いやー、すーごいわかりますよ。だって、打てるとこありましたもん。いや、そこで打たずにパス出すんかいつってね。いや、大分のサッカーはね、ほんとボールをね、まあ、ほんとに大事にしすぎている。まあ、いい意味で言えば、まあ、ボールポゼッション率も上がるんで、まあ、自分たちの流れっていうのもね、作りやすいと思うんですけど、ただ、そうじゃないんですよね。ただ、ボールを持って回すだけじゃ、相手何も怖くないですもん。まあ、積極的にゴールを狙う姿勢であったり、シュートであったり、とにかくシュートを打つことによって、まあ、流れとか勢いとか、もしかしたら相手が弾いて、大分の選手の前にボールが来る可能性もあるので、まあ、そういったところで、今後の課題としては、シュート数っていうのは、対戦相手以上に、ま、上回らないと、ま、勝てないなと、そう感じました。続いての方はこちら、点が入りませんね。何度か、そこで打ってしまえって思った場面もあったんですが、ゴール前で、パス回ししたら相手も戻ってくるし、壁も熱くなるから早めに決めに行っていいんじゃないかな。サムエル待ってたんですけどね。っていうね。まあでもこの試合サムエル選手惜しかったんですよね。交代してから、その直後ですよね。松尾選手のクロスからサムエル選手合わせたじゃないですか。まああれもね、決めきれていればっていうところもあるんですよね。まあ、難しいクロスボールだと思うんですけど、まあそのぐらいね、僕もサムエル選手に期待していますし、早く初ゴール見たいなと思います。はい、続いての方はこちら。今節に限ったことではないんですけど、どんなサッカーがしたいのかわかりません。負けないチームと全員が勝ちに貪欲なチーム、どっちがサポーターの心をつかみ声援をもらえるのか勝ちに行ってほしいです。新規のサポーターを増やしたいなら魅力的なサッカーをしてほしい。勝つ手段を考えてほしいっていうね。まあ、正直ね、町田戦のようなサッカーだったら新規のサポーターって多分心はつかまれないと思うんですよ。まあ、新規サポが増える要因としては、まあ、勝利は絶対条件なんですけど、何よりもその90分間の中にストーリーがあるかないかなんですよ。そのストーリーが今の大分にあるのかと言われれば、正直物足りないですよね。まあ、アニメである次の話気になるなと思ったら、実は次の話はまあ、主人公の回想シーンとかね、いらんいらんっつってそんなシーンを楽しみで一週間待ってたわけじゃないんだっつってね、そんな感じのレベルのストーリーなんですよ今。勝利をね見たいがために来るサポーターももちろんいます。まあ、1万人2万人3万人以上掲げてる以上はチームとしても、まあ、勝利というのはまあ、必須条件にはなるんじゃないのかなと思います。魅力的なサッカーをしてもらいながら、どんな相手でも勝てるサッカーをぜひお願いします。では続いての方はこちら。まあ相性が悪いのが首位というだけ。
長いリーグ戦の一つ、次の清水戦に全集中。監督は熱いが、まだまだ付け入る先はあるよ。っていうね。まあもちろん、秋葉監督は熱い男ですからね。まあ清水もずっと好調かと言われれば、まあそうでもないんですよ。確かに強いのは強いんですけど、ただ付け入る隙は本当にあります。まあそろそろ大分もね、複数得点をね、まあ見たいとこもありますので、まあぜひ、3対0、いや、5対0のクリーンシートで終えてもらいたいなと思います。では続いての方はこちら。選手は精一杯やったと思いますよ。熱量がないとか、個人名を出して文句言ってる人もいますが、街で相手に手を抜くような、は、トリニータにはいません。今まではこちらがミスしても結果オーライだったが、町田は絶対見逃さない。町田はさすがと思いました。見習うものが多い。大嫌いだけどね。つってね。はい。なんか、積んでる感がありますね。朝田飴だけに、まさに飴とムチつってね。まあほんと町田に関しては、一瞬のミスを逃さない。特にエリキ選手。自分で奪って自分でドリブルしてゴールを決める。まあこういうのができる選手ってマジで強いんですよ。まあそういったところはね、まあ町田から学べたんじゃないのかなと。まあそれを、今後の試合につなげてもらいたいなと思います。という感じで皆さんから多くの感想いただきましたけども、やっぱりね、まあ悔しい気持ちと、まあ次につなげていこうよとか、まあ鳥サポもね、もうもちろん悔しい気持ちはあったと思うんですよ。ただそれでも前を向こうよっていうね、声の方が多かったです。もう町田は強かったと。切り替えて、まあ清水戦に向けて、まあ戦っていくしかないなと。まあ残り全勝するぐらいのね、まあ覚悟を、まあ鳥兄たには見せてもらいたいなと。もちろん怪我人が多いですよ。怪我人が多い中で、やれることは限られてます。ただそれでも、やらないといけないんですよ。勝たないといけないんですよ。もっともっと、多くのファンを増やすんであれば、勝利するしかないんですよ。その勝利という執念を、清水戦で、ぜひ、見たいです。特にホームで、その勝利という、思いを、ぜひ、清水戦で、ぶつけてもらいたいなと思います。ということで、今回はここまでにしたいと思います。皆さん最後までありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価の方、よろしくお願いいたします。ということで、またね。